さあやってまいりました。左6から左6ショート30、気をつけてね。左0ロング、すぐ右4 40、右3 40、左5アンド左4ロング、すぐ上り右0から左0コケ40、右1から右7アンド左0切り返し、どうだ、右4すぐ右4アンド右4の左にフィニッシュアンド左4、はい、 OK スタート。20右3アンド右6ショート左5から右5 40左5 40右7ショート左5左8ショート40、右7ショート40、左8フィニッシュの右で、はい、 OK スタート。30右4 40、左4から右3左6右4下り左1で、ドン突きは左です。左上って40、右3から2アンド左3ロングから2アンド右3から左1。まあ、初日なんとか2着なんだけど、まあ、どこでどの辺がガチでどの辺が負けてるかっていうのも分かってたんで、まあ、課題は見えましたね。でそれをどう克服するか頑張ります。おはようございます。おはようございます。2日目、日曜日よろしくお願いします。おはようございます。ダンロップのタイヤ絶好調ですね。やっぱ唐津って路面が荒いから結構グリップ高いのとまんまも早いんだよね。やっぱ同じ舗装でももう全部路面の状況を見て設計してるんですよね。そうですね。なんか本州側と九州でアスファルトの骨材の荒さの差、骨材骨材っていうかこの入ってるこれ、はい、ちょっとやっぱり荒いんですよね。九州が荒いんだ、本州と。そうですね、そういう傾向にあります。これはなんか日本列島の宿命みたいなものですかね。そうですね。そういうところも考慮して。そうですね、はい、ありがとうございます。スタート。左3 40右5ショート40左4から
はい、こんにちは。はい、こんにちは。今、かやばのブースに来てますけども、まあ、いろいろダンパーがね、展示されてますけども、なんかここにサスティナルブリケーション、はい、持続可能な潤滑油ですね、はい。で、どんなオイルなんでしょうか。今まではですね、はい、石油系のオイルをサスペンションの中には使ってたんですけども、はい、今後あの植物系のオイルを使ってます。それをベースに、食化ぶそばで使えるようにこう試行錯誤を10年ちょっと前から開発しまして、ようやくラリーとかレースとかこういうところで使えるようになってます。潤滑って今まで石油由来でしたから、ね、まあ、化石燃料なんで CO2 出ちゃいますから、はい、これはあのバイオマスですね。そうです、はい、そうすると植物由来だから、まあ、CO2 がオフセットする意味で、はいはい、カーボンニュートラルを目指してやっている部分と、あとこれは成分解性のオイルっていうのも、うん、あの加味してますので、もし事故があってオイルが漏れても、あ、地上に吸収されても悪さしない、はい、性能的にはどうなんでしょう。性能的にはですね、このダンパーで今まで難しかったあの、うん、微振幅の応答性がこのオイルを使うことでかなり良くなってきてますので、微低速の応答性、はい、もう微振幅ですね、うん、はい、そういったところの応答性が良くなってますので、入力のちっちゃいところですね。そうですね、はい、うん、ちっちゃい始まりですね、始まりとか切り替わりとか、うん、そういうところの応答性のところ、はい、原子力がきっちり出てますので皆さんにいい評価いただいてます。なるほど。じゃあ私のラリアリスハイブリッドも、はい、松本さんよろしくお願いします。ああ、分かりました。今日はありがとうございました、はいはい、ありがとうございます。失礼します。はい、かやばよろしくお願いします。はい、KYB さんです。いや、もうこのダンパー最高ですよ。はい、ありがとうございます。